こんにちは、ウディベルです。今日はですね、厚揚げの唐揚げを作りたいと思います。用意したものはですね、厚揚げを1パックとプラス半分ですね、 1.5 袋分ですねを切ったものです。で、これは下処理がしてありまして、私の方でですね、麻婆厚揚げっていう動画を上げさせていただいてるんですけど、その時に下処理のですね、方法をですね、説明させていただいてるので、それをですね、参考にしていただければと思います。あとこちらなんですけど、こちらはですね、市販の、お水で割るタイプの唐揚げ粉じゃないですよね、もう液体なので、でそれを使います。はい。ですから、これビニールっていうかポリエチレン袋にですね、その市販の粉を入れて、100cc の水を入れて、さらに、黒胡椒をたくさん私が、好きなんで入れたものです。はい。早速調理に入りたいと思います。はい、厚揚げ入れます。やりづらいですね。これはなかなかやりづらいですね。いつも器でやってるんですけど、これ今回ビニール袋でやった、ポリエチレン袋でやったんで、めちゃくちゃやりづらいですね。やっぱり器の方が、この粉とか調味料混ぜるのはビニール袋、この袋を使った方が簡単なんですけど、実際にこの鍋に揚げるとかですね、するときに移すときにちょっとやりづらいですね。すいません、私は手が悪いのでそういう風に感じるかもしれませんけど、はい、これ揚げていきたいと思います。はい、豆腐の方がですね、白い部分がほんのりきつね色になったので、揚げたいと思います。それでですね、出来上がりなんですけど、実は量が半分しかやってないんで、あと半分続けてやります。はい、2回目の揚げが終わりましてですね、盛り付けも終わりました。付け合わせは、キャベツの千切り、その上にレタスを切ったものを乗せ、マヨネーズをかけただけです。はい、早速ですね、いただきたいと思います。多分ものすごく熱いですよね、これ揚げたばかりなんで。いただきます。とっても美味しいです。よろしければですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いにゃー。